それでは読売ジャイアンツ2回になります。ベイスターズの攻撃、バッターボックスは4番牧。ベイスターズ0対0で迎える打った、大きな打球になった、右中間を深々と破るヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう、先制のランナーが出塁していきます。さあ、そしてバッターボックスには牧が入ります。さあ、ツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。ここで追加点が取れるか、引っ張ったレフトの前、あっという間にレフトへ。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、セカンドランナー打席には5番バッター牧、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いいところで打ってくれましたよね。はい、リードはしてますけど、この打席もしっかり集中していってほしいです。打った、レフト前ヒット、ベイスターズチャンスになりました。ワンアウトランナー2塁1塁、ジャイアンツピッチャー打順は4番牧、今日はここまで猛打賞を記録しています。まさに固め打ちですよね。凄まじい初球打ち、ヒットになった、ベイスターズチャンスになりました。ワンアウトランナー二塁一塁、バッターボックスは4番マック、大きくリードしてますけど手を緩めずどんどん攻めたいですね。さあ、終盤でこの点引っ張った、サード取った、一塁送球アウト、ワンアウト。今日は見事、2回表に入ります。ベイスターズの攻撃、バッターは5番ソト。ベイスターズ0対0で迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。先制して主導権を握りたいですよね。そうですね。初球ストライクを取りました、打ちました、センターライナー掴んで、まずは5番バッターソト、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはいい当たりだったんですけどね。初球打ち、レフト線フェアです。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。ランナー出ました、 DeNA ベース。バッターボックスは5番ソト、先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。梅野、まずはあっと強い当たり取れない、二塁へ送球する、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、ランナー出塁。ホークス、バッターボックス外、いや、先ほどは見事なツーベースでしたね。はい、ここも狙っていってほしいですね。そうですね。ピットでランナーを一塁に置いています。初球打ちました、ゴールを拾ってアウト、際どいタイミングでしたが一塁アウトです。バッターは5番ソト、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。最初は変化球できました、真ん中打ちました、切れていきます、ファウル、アウトコース決まってストライク、ワンボールツーストライクと追い込みました。さあ、勝負してくるのか、打ちました、センターへ抜ける、先頭バッター出ました、ベイスターズノーアウトランナー一塁です。試合を制したのは DeNA です先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー山岡、そしてキャッチャーは若月、このバッテリーをベイスターズ打線がどう攻略していくか。初球空振りです、宗、アウト、ツーアウト。
バッターは今日 DH に入っている中田。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。エラーでランナーを出しています。豪快なスイング打ちました。弾き返した打球はセンターへ。さあそして打席には中田が入っています。いいバッターが続く打順なんで何とかしたいですね。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。初球甘いところでしたがこれは見ていきます。変化球打った、掴んだ、そのまま1塁に入って3アウト。バッターは DH 中田。ベイスターズホームランで逆転しています。小宮山さん、この後は締めていきたいですね。まあいかに最後までゲームを作れるかですよね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。最初は変化球できました。